はい。皆さん、こんにちは。チームハローンズ、黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい。4時間足、ボリンジャーバンド、一目均衡表、トレンドは出ておりません。ストキャスティックス、始シグナルが点灯しておりますが、形状的にあまり強い形状をしておりません。はい。そういうことで、4時間足ベース、明確な方向感がなく、レンジ内での動きと考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい。4時間足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線真横を向いております。4時間足ボリンジャーバンドはトレンドレス状態ということです。はい。わかりづらいですけど、4時間足ストキャスティックス、回シグナルが点灯。ただ、パーセント %D、スロー D、ほぼ同レベルで真横を向いておりますので、回シグナルの精度としてはあまり高くないと考えております。はい。こちら4時間足1目均衡表です。はい。ローソク足特務の位置関係からトレンドは出ておりません。その中、ローソク足と言いますと、 はい、レジスタンスラインとしてワークしております。雲の下限、雲の上限基準線上抜けトライ中ということで、はい、これを終値、ね、ベースで、これ抜け切ったら買いが加速する可能性が十分考えられるということです。はい、それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。 はい、サポートラインは4時間足ボリンジャーバンドマイナスシグマラインレベル93円の4級レベル93円の4級レベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。4時間足ボリンジャーバンドプラス2シグマラインレベル、はい、94円の08レベル94円の08レベルと考えております。 はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ、93円の4級レベルから94円の丸8レベル、93円の4級レベルから94円の丸8レベルと考えております。はい、ポイント、抵抗体並ぶ、抜けたら買い加速ということで、はい、まずはチャート形状から、4時間シボリンジャーバンド一目均、好表全くトレンドが出ておりません。4時間シストキャスティックス、回シグナルを形状しておりますが、%D、スロー D ラインがほぼ同レベル。しかも真横を向いておりますので、えっ、ー、と、精度は、 あまりワークしない可能性が高いのかなという感じがしております。はい、そんな中オーストラリアドル円、本日ニューヨーク市場におきましては、チャート形状的にはレンジえっ、ー、と方向感のないレンジ内での動きと考えております。もう1回ポイントに戻ります。抵抗帯並ぶ抜けたら買い加速。と。 いうことで。はい。そんな中、ローソク足の上には4時間足1目均衡表。雲の下限が93円の8号。雲の上限が93円の89。あと、基準線が93円の89と抵抗体がずらっと並んでおります。現在、上抜けトライ中です。はい。これ、終わりねベースで上に抜け切ったら、 買いに勢いがつく可能性が十分考えられる。買いが加速する可能性が十分考えられるということです。はい、そういうことで本日、オーストラリアドル円に、えっ、ー、と、入浴時間なんですけども、はい、チャート形状的には、 まあ明確なトレンドが出ておらず、レンジ内での推移ということなんですけど、もまあ抵抗体を抜けたら買いが加速する可能性が十分考えられるということです。はい、本日は以上となります。最後にグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日は以上となります。